ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体とは、ピルビン酸をアセチル COA に変換する3つの酵素の複合体である。アセチル COA はクエン酸回路に送られて細胞呼吸に使われており、この複合体は回糖系とクエン酸回路とをつなげている。また、ピルビン酸脱炭酸反応は、ピルビン酸の酸化を必要とするためピルビン酸デヒドロゲナーゼ反応としても知られる。 このマルチ酵素複合体は、オキソグルタル酸、デヒドロゲナーゼ、EC、1.2,4.2,2.3,1.61,1.8,1.4と分岐さアルファーケト酸デヒドロゲナーゼ、複合体と、構造的、機能的に関係がある。これらと合わせ3つを総称し、カットコンプレクサスと呼ぶことがある。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の酵素反応、 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体は、真核生物のミトコンドリアのマトリックスに位置する。全部で60のサブユニットを含み、3つの機能性タンパク質を組織する。チアゾール肝はじめ、ピルビン酸とチアミン二ン酸が、ピルビン酸デヒドロゲナーゼサブユニットに結合する。TPP のチアゾール肝は、創生イオンの型を取っており、C2 炭素が、 ピルビン酸の c にカルボニルに嗅覚攻撃する。結果、脱炭素シアシルアニオン相当の生成物を与える。このアニオンは、離心残機に結合している α リポ酸の S1 に攻撃し、SN2 気候で缶が開いて、S2 の方はスルフィード、または、チオール元に変わる。続いて、TPP ホイムシを放出して、リポ酸の S1 にチオサク酸が結合した S。 アセチルジヒドロリポイルリシンが形成する。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ触媒機構は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の立足過程である。リポ酸、チオエステルの役割は、ジヒドロリポイルトランスアセチラーゼの活性部位での痴漢反応である。そこでは、リポ酸のスイングアームからアシル元が COA のチオールに痴漢する。ここで生成したアセチル COA は、 複合体から放出されて、クエン酸回路に入る。ジヒドロリポ酸は、複合体の離心残機に結合したまま、ジヒドロリポイルデヒドロゲナーゼの活動部位に移動して、ファドによる酸化を受ける。この反応でファドは還元されて、ファド2となり、その後などによって酸化されて、ファドに戻される。結果、などが生成する。ありがとうございます。